ロブスターは、競技には、エビ目、ザリガニシタメ、赤ザエビか、ロブスター族に分類される、甲殻類2種を指す。ザリガニシタメ、ひいてはエビ類としても最大級の大きさで、西洋料理では高級食材として扱われる。食材名としては、オマール、オマールエビ、オマールロブスター、ウミザリガニとも呼ぶ。講義の、ロブスターは、 伊勢エビや赤ザエビなども含めた大型の歩行型エビ全般を指す総称で炭水産ザリガニ類のマロンや干渉用に飼育される将軍エビ類なども含む。ちなみに伊勢エビ類は英語でスパイニーロブスターと呼ばれる。アフリカ南岸には類似種のケープロブスターホームリニスカペンススが分布し、これもロブスターとして流通することがあるが、 市場に出る量は少なく味も劣るとされている。かつては、この種もロブスター属に分類されていたが、1995年に、一属一種で、ホマリヌス属が設定された。トリスタン・ダクーニャ特産のトリスタン・ロック・ロブスターは、南伊勢美ー属であるため日本では、トリスタン産の伊勢美と紹介されることもある。ロブスター体長は50センチメートルに達するが、アメリカンドブスターは、 体長120センチメートルに達する個体が漁獲されることもある。ザリガニ類の例に漏れず、第一歩客が強大なハサミ足となっている。フランス語名オマる、ル、ドイツ語名フマーはいずれもハンマーの意で、ハサミ足がハンマーのように見えることに由来する。ただしこのハサミ足はもっぱらい角に用い、生活口を掘ったり、餌を取ったりするのは、口元の小さな顎足を用いる。 ハサミ足の関節部には数個の棘があるが、体には棘が少なく、体表は割と滑らかである。2体の触覚のうち、第二触覚は体長よりも長い。体色は暗赤色、灰色から薄い黄色など様々あるが、これは生息する岩場の環境に関係すると言われ、全身が美しい青紫色の個体も存在する。浅い海の岩礁や、桜木底に穴を掘って、 単独生活をする。寿命は極めて長く、推定年齢100年ほどのものも発見される。2009年1月9日、ニューヨークでレストラン、シティクラブシーフードを営むキース・バレンティが入手した体重9キロのロブスターが海に返された。バレンティによると、ロブスターの年齢は体重から概算できるとしており、それによるとこのロブスターは、 約140歳と推定されるという、カゴ漁などで漁獲される。ロブスターは粘毛で、仲間同士傷つけ合うことも珍しくないため、水揚げされたロブスターはすぐにゴムバンドで挟み足を固定され、そのまま市場に出回る。卵の入った卵巣は、産後食をしているため、フランス語でコライユ、英語でコーラルと呼ばれる。ここから良い味が出るため、 料理人は特に産卵前のメスを求める。産卵して卵を腹部に抱えているロブスターの卵巣は小さく縮んでおり目につきにくい。カニなどの味噌にあたる中長腺も賞味される。肉は白く伊勢エビよりも弾力があり、むしろタラバガニに近い質感をしている。洋風料理では茹でるかふかすかしてレモン汁や溶かしバターをつけて食べるほか縦に半割りしてグリル。 または、ローストされる。ビスクというスープにすることもある。流通網が発達した20世紀末頃からは、日本にも輸入されている。2019年、イギリス労働党は、動物愛護の観点から公約の一つに、ロブスターを生きたまま茹でる調理法の禁止を掲げた。ありがとうございます。